深浦とは、東日本旅客鉄道が、青森駅、広崎駅深浦駅間を、大宇本線、五能線を経由して運転していた、快速列車である。なお、本港では、五能線内で運行する、リゾート白紙を除く、快速列車の遠隔についても合わせて記述する。廃止時点では一往復で、下りは、広崎駅と、青森駅に、川辺駅で分割されていた。 上りは、青森発のみだった。この線内は、各駅停車のため快速区間はわずかであり、特に広崎駅は末期には一切通過駅が、なくなっていた。深浦駅、川辺北時和駅、波岡駅津軽、新城駅から新青森駅、青森駅、広崎駅は、全区間各駅停車。廃止時点では、キハ40系機動車が運用されていた。 下り列車は4両編成になっており、深浦駅発の2両は、広崎駅編成で、味ヶ沢駅で、進行方向前側に2両を増結する。この2両が、青森駅編成であった。上り列車は、青森駅発の2両編成のみだった。かつてハキハ58系機動車が運用されていた。また、急行時代の深浦発着編成には使用時期により、 キハ1 1系1 0 0番台機動車や、キハ2 0系機動車や、キハ2 2系機動車が、運行末期にはキハ4 0系5 0 0番台機動車も運用されていた。2018年から、上り一本のみが設定されている、快速列車。ありがとうございます。